サネヨシは LGBT の子供、若者を支援する NPO、特定非営利活動法人レボットの創設者、代表理事である。京都府出身。3歳から9歳までアメリカで、9歳から17歳まで神奈川県で生活した。現在は東京都在住、早稲田大学小学部卒業。2009年、大学在学中に特定非営利活動法人。 レボットの前身となる、早稲田大学公認学生団体リ、ビットを設立。2014年、特定非営利活動法人レボットを設立。2014年より、新宿くじ殺総合対策若者支援対策、専門部会委員を務める。2015年より、世田谷区第二次男女とも同産がプラン策定検討委員を務める。人間力大賞受賞。 2016年ダボス会議で知られる世界経済フォーラムに任命された若者によるコミュニティグローバルシェイパーズコミュニティの一員となる FTM トランスジェンダーを公言している LGBT 就活サイトがオープン 3K ニュース http://www.sankei.com スラッシュライフスラッシュニューススラッシュ150520スラッシュ lif15052009-n1.html2016 年1月31日閲覧 LGBT 就活性的少数者に職業選択の自由を人権トゥデイ TBS ラジオ 2016年1月31日閲覧。2015.0413インタビュー、くすしさねよし。2020年11月5日閲覧。https rebitlgbt.org ビジョン認定 NPO 法人レボット代表理事、くすしさねよし。2020年11月5日閲覧。ab すべての子もたちが、 ありのままで大人になれる社会へ、明日の福祉を切り開く。社会福祉法人東京都社会福祉協議会。2016年1月31日閲覧。2015年受賞者。過去の受賞者紹介。公益社団法人日本青年会議所。2016年1月31日閲覧。シェーパーズプロフィール。 シェーパーズ、ザグローバルシェーパーズコミュニティ、2016年6月24日、閲覧。ありがとうございます。